皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルのたけ目です。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一言で、なぜ報道しないスニンジンを毎日食べ続けると、こうなりますということについて。 2件で、健康効果だだ下がり、絶対にやめるべき、スニンジンの NG 食べ方参戦について、3件で、お肌がプルプルになって、20歳若返る、超簡単にできるスマルマルについて解説していきたいと思います。それでは早速、1件の なぜ報道しないスニンジンを毎日食べ続けるとこうなりますということから解説をスタートして参りましょうさてこの動画の最初となる一言ではスニンジンのね圧倒的な素晴らしすぎる健康効果について厳選して合計3つご紹介していきたいと思いますまず1つ目に紹介したいスニンジンのすごい効果は 目が若返って視力が爆上がりするという効果になります。さて、スニンジンの数ある健康効果の中でも特にお勧めしたいというか強調しておきたいのが 目に対する効果なんですね。私たちは年を取ると誰もが老眼や白内障といった目の症状に悩まされるようになるんです。老眼というのはなんと40代からほぼ全ての人で始まり、一方白内障は70代にもなれば9割の人がわずらってしまうとも言われています。また最近ではスマホの使用による眼性疲労とかドライアイといった症状に悩まされているという方も 多いでしょう目が痛くて、スマホやパソコンを長時間見られないんです。そんな方も多いと思います。さらに、中高年になれば、糖尿病網膜症や緑内症といった、失明の原因にもなってしまう病気が増えてしまうという問題もあります。目がかすんだり、暗いところで見えづらくなるなど、年を取れば取るほど、目のトラブルはつきものですよね。このような、加齢による数々の目の症状を一気に取ってくれるのが、 今回紹介したいスニンジンなんですスニンジンは今私がご説明した全ての目の症状を改善してくれるというあまりにもすごい効果があるんですね老眼や白内障はいずれも 目の中の中水,水晶体というのはですねカメラにおけるレンズの役割をしている部分でこの水晶体が熱くなったり薄くなったりすることでピント調節を行っていますですが老眼になっちゃうと水晶体が硬くなり上手にピント調節ができなくなってしまいます一方で白内障では水晶体に活性酸素のような 老化物質が溜まることで水晶体が濁ってしまい、レンズが曇って見えなくなってしまいます。スニンジンにはこのような水晶体の老化を予防してくれる素晴らしい効果があるんです。スニンジンにはルテインという栄養素が含まれています。 ルテインはもともと水晶体内に存在して活性酸素を除去してくれる働きがあるんですが年を取るとどんどん水晶体内のルテインが減っていってしまいますルテインが減ると紫外線やストレスによって水晶体がどんどん錆びついていきまして老眼や白内障といった症状が徐々に現れてくるというわけなんです逆にスニンジンを食べることによって水晶体にねたっぷりのルテインを 送り込んであげれば水晶体が透き通るとともに弾力が戻って若い頃のように上手にピント調節が可能となります。またルテインは黄斑というカメラのねフィルムの役割をする部分の老化を抑えることで加齢性黄斑変性という病気を予防してくれるということまで分かっているんです。一方でスニンジンは 眼性疲労とかドライアイといった現代人に特有の目の辛い症状も和らげてくれます。眼性疲労は ピント調節筋である毛葉体筋が疲れ切ってしまうことで起こるんですが、スニンジンにたっぷりと含まれている有機酸が毛葉体筋のコリをほぐすことで目の疲れを癒してくれるんです。また、スニンジンにたっぷりと含まれているベータカロテンは体内でビタミン A に代謝され目に潤いをもたらしドライアイを改善してくれます。さらにビタミン A は夜暗いところで見えづらくなる,いわゆる 鳥目を直してくれるという効果までございます。そして何と言っても嬉しいのがスニンジンによって糖尿病網膜症や緑内障といった失明の原因になってしまう恐ろしい病気が予防できるという点ではないでしょうか。日本では現在300万人が 糖尿病網膜症を発症して、それによって悲しいことに年間3000人もの方々が失明しているんです。一方で、緑内障は60代では10人に1人がなってしまう非常にメジャーな病気で、日本人の失明原因の第1位になっています。糖尿病網膜症というのは文字通りね、 糖尿病が原因で起こることですが、スニンジンは血糖値を改善することで、そもそもの糖尿病を未然に防いでくれる効果がございます。一方で、緑内障というのは、眼圧が高まることで、目の神経が押しつぶされてしまうことで起きますが、スニンジンには高すぎる血圧を下げてくれる効果があるため、全身の血圧とともに、眼圧も適切な圧力に調節してくれるわけです。 突然ですがね、皆さん、目の健康に良い食べ物といえば、一体どんな食べ物が思い浮かびますかそうですよね。ブルーベリーですよね。ブルーベリーは目に良いということで、とても有名なわけですが、実はブルーベリーには、スニンジンほど、広い目の健康効果はないんです。もちろんね、ブルーベリーにも、一定の効果はあるものの、目の病気を一挙に治したいというね、コスパ重視の方は、ぜひ、スニンジンを、積極的に召し上がっ っていいいたただきたいと思います目のトラブルというのは本当に生活の質を大きく下げてしまいますので、スニンジンをコツコツと摂取することによって、どんどん目を若返らせ、健康にし、生活の質を上げていこうではありませんか そしてね、酢人参の作り方はめちゃくちゃ簡単です。まずは人参2本とお酢 100cc、そして天然塩小さじ1と蜂蜜大さじ1を用意します。人参を細切りにし、先ほどの材料と共にすべてジップロックに入れましょう。材料を入れたジップロックをよく揉んで、人参とお酢をなじませて、冷蔵庫で半日漬け込んだらあらもう完成です。この時のポイントは必ず、 生成塩ではなくて天然塩を使うということ。そして砂糖じゃなく蜂蜜を使うということです。なぜならば生成塩とか砂糖は高血圧症や 糖尿病の原因となり、むしろ糖尿病網膜症や緑内障によって失明するリスクを高めてしまうからなんです。天然塩はたっぷりのミネラルによって血圧を調節し、蜂蜜は高すぎる血糖値を下げてくれますから、いずれもね、目にはとても良い調味料であると言えます。また、人参の細切りが面倒だということは、こちらの人参しりしり機を使うと便利かもしれません。 こちらのしりしり機はこのように大根おろしを作るように千切りが出来上がってしまいますので料理初心者の方であっても怪我のリスクを抑え簡単に作ることができるでしょう。スニンジンというのは材料も少なくジップロックで作れば容器を洗う手間すらありませんのでとても簡単にできてしまいますよね。普段自炊をしない方であっても とても便利にできるので、ぜひチャレンジしてみてください。どうしてもね、忙しくて、コンビニ弁当とか、スーパーの惣菜を食べなきゃいけない夜もありますよね。そんな時はせめてですね、このジップロックから酢人参を取り出して、そっとその夕食に添えてあげていただきたいと思います。それでは次、二つ目に紹介したい。酢人参の素晴らしすぎる健康効果は、髪がふさふさになって、見た目が20歳若返るという効果になります。 さて、スリンジンは目の健康だけじゃなくて美容にも効果があることが知られています。年をとって気になってくる美容上の問題といえば、やはりね、髪の毛とお肌のトラブルではないでしょうか。私たちの多くは40代の頃から白髪や抜け毛が始まって、同時にどんどん肌が老化していきます。このように髪や皮膚が老化してしまう原因の一つに年をとって 血流がが悪くなってしまううというものがあるんです全身の皮膚や頭皮というのはね、非常に薄い組織ですので、ものすごく細い毛細血管によって栄養されているんです。年を取ると血液がドロドロになるとともに血管が老化することで、このような毛細血管が詰まりやすくなって、皮膚や頭皮に栄養が行き渡らなくなってしまうんです。どれだけ食事に気をつけて栄養を取っていても、それがね、ちゃんときちんと と細胞3にまで行き渡らなければ何の意味もないじゃないですかスリンジには血液をサラサラにするとともにこうした皮膚の毛細血管を開いてくれる効果がございますから普段の食事からとった栄養素をしっかりと一つ一つの細胞に届けるとともに皮膚で発生した老廃物をきちんと回収できるようになるんです特に頭皮というのは とても薄い皮膚ですから悪玉脂質のような老廃物が溜まりがちになります。このような老廃物が頭皮に溜まっちゃえば 皮脂が過剰に分泌されて毛穴が詰まってしまうことにつながります。スニンジンは血液中の悪玉脂質を下げてくれる働きもございますから皮脂の分泌を調節してくれるんです。またこのような血流の問題のみならず紫外線や埃をはじめとした有害な刺激もまた髪や肌のトラブルの原因になります。家の外に一歩出れば空から降り注いでくる紫外線や有害な PM2.5 など様々な有害物質が私たちの頭皮や肌を攻撃してくるんです。このような攻撃にさらされた皮膚では大量の活性酸素が発生し、それが白髪やシワの原因になってしまうんです。先ほど目のところでもご紹介したスニンジンのベータカロテンには高い抗酸化力があって活性酸素によって傷ついてしまった細胞を修復してくれる作用があるんです。また、 お酢に含まれているクエン酸もまた抗酸化力を持っていますので、スニンジンを食べることで全身の細胞がみるみるうちに若返っていくことでしょう。ただし、髪の毛やお肌の若返りには、スニンジンに加えてもう一つ、とても重要な食べ物がございます。それは、良質な お肉です。スニンジンが持つお肌の若返り効果はあくまで皮膚の毛細血管を整えるなど健康的な髪や肌が生まれる土壌を作る効果に留まります。実際に若々しい髪や皮膚を生み出すためにはそれらの材料となるタンパク質と亜鉛が絶対に必要なんです。そのためぜひともスニンジンと共に積極的にお肉も食べるようにしましょう。 亜鉛は特に赤身肉にたっぷりと含まれておりますが、ホルモン剤が使用された赤身肉には様々な問題が指摘されていて、できる限り良質なグラスベッドビーフなどを選んでいただけると良いでしょう。最近はイオンのタスマニアビーフなど、健康的なホルモン剤不使用の赤身肉がお手軽に手に入るようになりました。 次回スーパーを訪れた際は、ぜひスニンジンの材料と一緒に良質な赤身肉もチェックしてみてほしいと思います。それでは次3つ目にご紹介したい。スニンジンの素晴らしすぎる健康効果は腸が綺麗になってみるみるうちに痩せられるという効果になります。さて、スニンジンの高い美容効果を語る上で、スニンジンが持っている素晴らしい成長効果を見逃すわけにはいかないんです。実は腸内科 環境と美容とには非常に密接な関係があるということがわかっています腸内環境が悪化すると有毒ガスを生み出す悪玉菌が増えてしまいますよねこのような悪玉菌が作り出す有害物質が腸から吸収されることで 全身に毒素がばらまかれてしまいます。そうした毒素が肌の細胞に蓄積することでニキビをはじめとする腹荒れが起きてしまうと言われているんです。また、腸内環境は肥満や人気症などにも影響してくる問題ですから、年を取ったらまず何よりも腸の健康に気を使うということがめちゃくちゃ大切になってきます。腸の健康といえば、やはり欠かせないものが発酵食品ですよね。スンジ 量であるオスは人類最古の発酵食品であるとも言われ非常に高い成長効果がございますスには グルコン酸という善玉菌の餌となる栄養素が含まれていて腸内の善玉菌を元気にして腸内細菌層のバランスを整えてくれる効果があるんです。また人参にはたっぷりの食物繊維が含まれておりますから腸に溜まってしまった古い便を排泄して腸内をピカピカにしてくれる効果が期待できます。実は人参は不要性食物繊維と水溶性食物繊維の両方をバランスよく含む野菜 で便秘を解消してまた、このような成長効果に関連して、スニンジンには素晴らしい脂肪燃焼効果があるということまで知られています。まず第一にですね、腸が綺麗になると、それだけ痩せやすい体質になるんです。これは、腸内の善玉菌が作り出してくれる、炭酸脂肪酸という物質が基礎代謝をアップし、 運動しなくても勝手に脂肪を燃焼してくれるためなんです。また、腸内環境が悪化すると、体中に撒き散らされた毒素によって、慢性炎症が発生します。一度慢性炎症になると、私たちの体が脂肪がつきやすい体質に変わってしまい、そうしてついた脂肪細胞が、さらなる慢性炎症を助長するという、負のスパイラルに陥ってしまいます。 このような慢性炎症の連鎖を断ち切るためには、腸内環境という根本原因を改善してあげる必要があるんです。その点、スリンジンは、 腸内環境を改善することで慢性炎症を根っこから改善してくれるので体中の炎症が取れてどんどん脂肪が燃えていくことでしょうさらにお酢に含まれるアミノ酸には運動による内臓脂肪の燃焼をサポートしてくれる効果があることが研究によっても明らかになっているんです皆さんの中にね ダイエットのために頑張って運動しているんだがなかなか痩せられないんですと悩んでいる方はいらっしゃいませんかそんな方はぜひとも積極的にスニンジンを食べて脂肪の燃焼効率を高めてあげてほしいです脂肪燃焼は運動量かける燃焼効率という 単純な式で決まりますが、このうち運動量を増やすというのはなかなか容易ではありませんよね。一方で燃焼効率はスニンジンを食べるだけで簡単にアップすることができますから、ぜひ効率の良い。 健康的なダイエットに励んでいただきたいと思います。また、スニンジンはシャキシャキとした食感によって少量でお腹が満たされる効果もありますから小腹が空いた時の間食がやめられないという方はぜひおやつをスニンジンに置き換えてみましょう。それだけで間食をやめることができてどんどん健康的に痩せていくことができるはずなんです。それでは、この辺で一元の内容をまとめておきましょう。一元まとめ。 この一言でご紹介したスニンジンの素晴らしすぎる健康効果は次の3つでした。1、目が若返って視力が爆上がりする。2、髪がふさふさになって見た目が20歳若返る。3、腸が綺麗になってみるみるうちに痩せられる。 それでは次2件で健康効果だだ下がり絶対にやめるべきスニンジンの NG な食べ方参戦について解説してまいりますさて1件ではスニンジンの健康効果や作り方についてご紹介してきたんですが 実はスリンジンにはやってはいけない食べ方があるため注意が必要なんです。そこで続く2件では絶対にやってはいけない間違ったスリンジンの食べ方について合計3つサクッと解説していきたいと思います。スリンジンのね健康効果を最大化していただくためにぜひこれからご紹介する内容を参考に正しくスリンジンを食べていただきたいと思います。世の中には結構ねスリンジンが健康にいいから食べましょうという情報が出ま 回っておりますが結構間違った食べ方の情報もあるので。 ぜひこの動画でしっかりと正しい知識を身につけていただければと思います。それでは早速一つ目に紹介したい。絶対に破るべき、スニンジンの NG の食べ方は、砂糖を使って甘みを加えるという食べ方であります。さて、スニンジンを食べていると、ちょっと酸っぱくてね、どうしても甘みが欲しくなることがあるでしょう。一元でご紹介したレシピでは、その甘みとして蜂蜜を加える方法をおすすめしたんですが、酢 人参のレシピを探していると中にはね結構砂糖を使って 甘みを加えるというレシピに出くわすことがあるんです。ですが、ですが、砂糖は、せっかくのスニンジンの健康効果を打ち消してしまうため、決しておすすめはできません。はちみつは、一日大さじ二杯程度であれば健康に良い。ですが、それ以上食べてしまうと、やや取りすぎになってしまう恐れもあるので、あまり入れすぎるのもよくありません。そこでおすすめなのが、一元でご紹介したレシピに、レーズンを加えたキャロッ。 トラペであります。キャロットラペはフランスの伝統的な料理でたまにスーパーのお惣菜などでも見かけることもあるでしょう。レーズンというのは干しぶどうのことでドライフルーツの一種ですからやや糖分が多すぎるよと言われることもあります。確かにレーズンを含むドライフルーツは加糖が凝縮される上に多くの水溶性ビタミンが乾燥によって失われております。ですが、 皮ごとぶどうを乾燥させるレーズンには、皮を取り除いて食べる、生のブドウからは得られないような健康効果もありまして、酢人参に混ぜて少量食べる程度であれば、むしろ健康効果が高いと考えることができます。実はレーズンには、非常に高い抗がん効果や、貧血の予防効果など、様々な健康効果があることが実証されています。レーズンと腸の健康について調査したアメリカの研究によると、 わずか2分ののカップのレーズンによって血腸腸をを含む大腸疾患を予防できるということが分かったんですこれはレーズンに主石酸というちょっと珍しい栄養素が含まれているためであると考えられております。この主石酸というのは数ある植物の中でもブドウとタマリンドにしか含まれていないという貴重すぎる栄養素になっています。タマリンドはタイやインドで食べられるナメカのフルーツです。 ですが日本ではめったに見かけることはありませんので主席さんという栄養素は日本ではほぼぶどうからしか取れないと考えて良いでしょう主席さんは数あるぶどう食品の中でも特にレーズンに多く含まれていてその量は赤ワインのなんと約10倍であることがわかっていますこのような 豊富な主席さんが食物繊維と一緒に腸に作用することで結腸癌を予防できるのではないかと考えられているわけなんですまたレーズンには緑茶に入っていることで有名なあのカテキンも含まれていて胃の中に生息するピロリ菌をやっつけてくれる作用まであるんです日本人に胃がんが多いのは このピロリ菌のせいではないかとも考えられていて、実際、胃がんにかかった人の99%がピロリ菌に感染していることが統計から明らかになっています。さらにレーズンには、ブドウの皮由来の豊富なポリフェノールによる抗がん効果も期待できます。ブドウの皮は独特の紫色をしておりますが、この色の正体こそ、 ポリフェノールの仲間であるアントシアニンなんです。アントシアニンはブドウの果実を強い紫外線から守る働きがあり非常に高い抗酸化作用を発揮します。レーズンは食品の抗酸化力を示す指標である ORAC 値が最も高いグループに入りその高い抗酸化力によって酸化ストレスが原因となる様々な癌を予防してくれるんです。もちろんそのような抗酸化作用はお肌のシミや やそばかすを取り除いたり白髪を予防するなどの美容効果もございますからレーズンを加えることで一元でご紹介したスニンジンの美容効果を倍増してくれることでしょうまたレーズンの効果としてぜひとも抑えておきたいのが貧血を予防してくれる効果になります私たちは年を取ると赤血球の生産スピードが落ちて貧血になりがちになるんです 貧血予防のためには、鉄が大事だとよく言われておりますが、実は、 鉄と共に銅もまた血を作るために重要なミネラルの一つなんですね。レーズンにはこれら鉄と銅の二つがたっぷりと凝縮されておりますので貧血予防のためにはまさにうってつけの食材であると言えるんです。このように素晴らしい健康効果の数々を持っているレーズンさんをね、スリンジンに加えれば健康効果が倍増するだけでなく甘くて美味しいキャロットラベとして楽しく召し上がることもできるんです。 あくまでもね、食べ過ぎは禁物ですが、ン人参に一つ噛み加えるだけでも彩りが出ますので、普通のン人参に飽きた時や甘いものが食べたくなった時に、ぜひ試していただければと思います。ちなみに、おすすめのレーズンは、全国のイオンで買えるこちらの、オーガニックレーズンとなっています。レーズンを選ぶ時は、無添加であることと、オーガニック、または無農薬であることが非常に重要なポイントになっています。市販 レーズンには砂糖や防腐剤のような添加物が入っていることが多くてこのような添加物はせっかくのレーズンの健康効果を台無しにしてしまうため避けるようにお願いします。 また、皮ごと乾燥させるというね、レーズンの性質上、化学的に合成された農薬が使われている場合、ブドウの皮についた残留農薬をそのまま飲み込んでしまうことにもなるんです。ですので、レーズンは必ず化学肥料不使用のオーガニックのものを選ぶようにしてほしいんです。その点、こちらのイオンのオーガニックレーズンであれば、健康的な無添加レーズンをお手軽価格で手に入れることができます。次回、イオンに足を運ん だぜひお酢とニンジンとともにこちらのレーズンも探してみてほしいと思います。 それでは次、二つ目に紹介したい。絶対にやめるべき、スニンジンの NG 食べ方は、食後など空腹時以外のタイミングで食べるということになります。さて、スニンジンを食べるタイミングについて、結論を先に申し上げると、スニンジンは食前に前菜として食べたり、おやつとして食感に食べるというのが、最も効果的な食べ方になります。なぜならば、スニンジンを食前にあらかじめ食べておくことで、 その後の食事による血糖の変動を抑えることができるようになるからなんです。お腹が空いている時というのは胃腸が元気で栄養の吸収効率が高まっている状態なんです。そんな時に急にドカドカと食事をとってしまうと食事に含まれる糖分や炭水化物が一気に吸収され、 血糖値が爆上がりしてしまうんです。ですが先にスニンジンを食べておくことによって、このような血糖上昇を抑えることができます。また、 空腹の時にスニンジンを取ることで真っ先に腸内に有機酸と食物繊維が送り込まれ善玉菌が活性化するんです。逆に食事が先に腸に届くと便が邪魔をして善玉菌の餌がきちんと効果を発揮できなくなってしまいます。そのためスニンジンはぜひとも空腹時に食べるようにしてほしいんです。ちなみに酢は刺激が強いため空腹時に飲むと胃を荒らしてしまうという意見があります。確かに にそれはその通りですが一元でご紹介した調理法で酢ニンジンを作れば蜂蜜がクッションになってくれるためそこまで胃に大きなダメージを与えませんまた酢ニンジンにはたっぷりの人参も含まれておりますから酢を単体で飲むような強い刺激はそもそもないと言えるでしょうですので小腹が空いた感触としてもぜひ安心して酢ニンジンを召し上がっていただきたいと思いますそれでは次3つ目に紹介したい 絶対にやめるべき、スニンジンの NG な食べ方は、リンゴと一緒に保管するという方法になります。さて。 リンゴをね、一緒に他の果物と保存しておくと、熟すのが早くなるというお話を、皆さんどこかで聞いたことはないでしょうか実はリンゴは、呼吸とともに、エチレンガスという物質を発生させることが知られています。エチレンガスは、植物の成長に欠かせないホルモンの一種で、このガスが、他の果物に作用することで、その果物の成熟を早めてしまうんです。熟すのが早くなるというのは、食べ頃ではない果物 ねね早くく食べられれるるるよようううににななとといいメメリリッットトももああば逆に果物が痛みやすすデメリットでもありますよ、ね、特に、酢人参においては、リンゴが発するエチレンガスは、デメリットの方が大きくなりがちです。なぜならば、人参はエチレンガスに触れることで、苦味が多くなってしまうからです。苦味が強くなると、せっかくの美味しい酢人参が台無しになってしまい、習慣化するのが難しくなってしまいますよね。 健康的な食習慣を続けるためには、美味しくて進んで食べたくなるという条件が必要ですから、リンゴによってスニンジンの味が落ちてしまうことは避けてほしいんです。もっとも、一元でご紹介した調理法であれば、スニンジンはジップロックに入れて冷蔵庫に保管するため、そこまでエチレンガスの被害は受けづらいと言えるでしょう。とはいえ、全くガスの影響を受けないわけではないので、リンゴはできるだけ冷蔵庫に入れずに、 どうしても入れなければいけない時は、ラップやポリ袋に包むようにしましょう。このようにね、リンゴの保存方法について工夫してほしいというのは、スニンジンだけではなく、他の果物の時にも同様であります。あんまり早く熟してほしくない時は、リンゴと一緒に果物を保管するのは避けてほしいです。ちなみに、関連するお話になりますが、スニンジンを作る時に、普通のお酢の代わりに、リンゴ酢を使うというのも、とてもおすすめの方法になります。 エチレンガスは生きたリンゴの呼吸によって出るものですから、リンゴスからは発生しません。リンゴスには普通のオスにはない、リンゴ由来の良質なポリフェノールが、 たっぷりと含ままれていますそのため、リンゴ酢を使ったリンゴ酢人参であれば、一元でご紹介した数々の健康効果に加えて、ポリフェノールによる高い抗酸化作用を得ることができるでしょう。ただし、リンゴ酢を使うときは、天然塩や蜂蜜の量を少なくするなど、お好みでね、味を調節していただければと思います。またた市販ののののリリンゴリンゴゴ酢酢中にには普通おシロップや甘味料を加えただけの偽物 もののリンゴ酢も多く存在していますそのような偽物のリンゴ酢は健康効果が半減してしまうのでリンゴ酢を買うときは必ずパッケージの原材料を見てリンゴ果汁のみからできた純リンゴ酢であることを確認するようにしましょうおすすめの純リンゴ酢はこちらの蜜缶のリンゴ酢になります こちらは国産リンゴ果汁だけを贅沢に使った100%の純リンゴ酢となっていて余計な添加物などは一切含まれておりませんとてもまろやかな口当たりで人参の甘さを引き立ててくれますから普通のン人参に飽きてしまった方はぜひこちらの純リンゴ酢でン人参を作ってみていただければと思いますそれではこの辺で二元の内容をまとめておきます二元まとめ この二限では、絶対にやめるべきスニンジンの NG な食べ方を三つ紹介しました。一つ目は、砂糖を使って甘みを加えるという食べ方。二つ目は、食後など空腹時以外のタイミングで食べるということ。 三つ目は、リンゴと一緒に保管するという三つでした。それでは次三件で、お肌がプルプルになって、20歳若返る、超簡単にできる、スマルマルについて解説していきたいと思います。さて皆さん、ここまでね、酢人参の素晴らしすぎる特徴についてご説明してきたわけですが、実は、酢に漬け込むことによって、健康効果が爆上がりする食材というのは、人参以外にもあるんです。そこで、この動画の最後となる三元、 では超簡単にできる酢を使った若返り飯について合計3つ紹介しましょう。 一つ目に紹介したい超簡単にできる酢を使った若返り飯は酢玉ねぎでありますさて健康のためにね酢人参とともにぜひ食べてほしいのが酢玉ねぎになります酢玉ねぎは昔非常に健康であるとして一時期ブームになったことがありますよね昨今の人々の健康意識から酢玉ねぎが再び見直され今もう一度その高い健康効果が注目されているんです酢玉ねぎには一元で ご紹介したよすにんじんに似た効果もたくさんあるんですが、スニンジにはない、す玉ねぎだけの独特の効果としましては、アリシンによる効果を上げることができるでしょう。アリシンというのは、玉ねぎを切った時に出る刺激成分のことで、ニンニクに入っていることでも有名ですよね。このアリシンには、血液をサラサラにする効果のほか、ビタミン B1 の吸収効率をアップして、疲労回復を促したり、高い抗菌 効果によって 食中毒を予防するなどの効果があります。また最近発表されたアメリカ国立癌研究所の報告では玉ねぎはニンニクと並んで癌予防に優れた効果があるということがわかりました。ニンニクは癌予防に優れた食材をランキング付けしたデザイナーフーズピラミッドのトップに君臨するスーパーフードですがニンニクと同じアリシンを含む玉ねぎにもまた20種類以上の抗がん物質が含まれている ことが分かってきたんです新玉ねぎであれば先ほどの酢ニンジンと同じ調理法によって美味しい酢玉ねぎができますが。 古くなって辛味が増した玉ねぎの場合は火にかけて一度柔らかくするというのがおすすめになります。古い玉ねぎは火にかけることで甘みが増しますので加熱して酢玉ねぎにすることで飽きずに美味しく召し上がることができるでしょう。それでは次二つ目に紹介したい超簡単にできる酢を使った若返り飯は砂 等であります。さて、味噌とキムチやヨーグルトと米麹など発酵食品同士の組み合わせというのは腸内環境にとっては最強の効果があると言えます。中でもとても食べやすくおすすめなのが納豆に お酢をかけるだけの酢納豆であります。そもそも納豆に付属のタレや辛子をつけて食べるのはおすすめできません。なぜならば、ほとんどの市販の納豆の付属のタレは、甘味料や着色料といった余計な添加物によって汚染されているからです。そこで、納豆のタレの代わりにかける調味料が必要になるわけですが、そこでね、酢をかけてやれば、非常に健康的な酢納豆が完成いたします。 砂糖の嬉しい効果は、酢の作用によって、納豆に含まれる鉄やカルシウムといったミネラルの吸収効率がアップするということであります。 納豆の健康効果としては、納豆キナーゼによる血液サラサラ効果や豊富なタンパク質、食物繊維などが注目されがちですが、実は納豆はね、ミネラルも豊富なんですね。酢をかけることで、普段は他の健康効果の影に隠れがちな納豆のミネラル効果を爆上げすることができるでしょう。ちなみに、しばしば酢の強い抗菌作用によって、納豆菌が死んじゃうのではないかという意見がありますが、 その心配はございません。 納豆菌というのは数ある菌の中でも非常に生命力が強くて食用数程度では死なないと言われているためです。また一部に巣が納豆の持つ納豆キナーゼを破壊してしまうなんていう意見が見受けられますが私が調べた限りそのような事実を示す科学的なエビデンスは見つかっておりません。確かに納豆キナーゼは熱に弱いなど不安定な酵素ではありますからどうしても気になる方は巣納豆は たままにに食べるる程度にすると良いかもしれませんこのチャンネルでは酢納豆以外にも納豆にトッピングすることで栄養価が爆上がりする様々なアレンジ納豆を他の動画でご紹介させていただきますので気になる方はぜひチャンネル登録をして楽しみにしておいていただけると嬉しいですそれでは次3つ目に紹介したい超簡単にできる酢を使った若返り飯は酢キャベツでありますさて酢キャベツの嬉しいポイント ポイントは何と言っても食べ応えがありダイエットに効果的であるという点ではないでしょうかスキャベツはカロリーが低い割にしっかりとしたボリューム感がありますからどうしても小腹が空いてしまった時のおやつとして先ほどのレーズンのキャロットラペとともに重宝することでしょうまたスキャベツの他にはない素晴らしい健康効果としましてはあっ 圧倒的なビタミン C の量を上げることができるでしょう。ビタミン C は、その高い抗酸化作用によって、お肌のシミを取ってくれるだけでなく、コラーゲンの合成を促し、お肌をプルプルにしてくれる効果があります。キャベツを一玉丸ごと買って、作り置きをしておけば、調理の手間も省けますから、ぜひ普段の食生活に取り入れてみてほしいです。それでは、3元の内容をまとめておきます。3元まとめ。 この3件でご紹介した超簡単にできる酢を使った若返り飯は次の3つでした1酢玉ねぎ2ット。3酢キャベツ本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました